あ、こんにちは、フォーシーズンズデザインラボ、代表の山下です。今日ですね、うちの自宅から、動画を、投稿したいと思います。紹介するのは、はい、こちらの商品です。じゃあ今日からはちょっと趣向を変えてですね、まあ、ここうちの自宅なんですけども、まあカメラマンの山本君とこういろいろ掛け合いしながら、今回のこの商品の説明と、まあ、実際、まあ、どんな時に使うのかなっていうのを、まあご紹介したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。山本君、実はこれ何だと思いますか？はい、いつもこういうパターンなんだ。結構ちっちゃいですね。ちっちゃいですね。ちらっと見られてるんですけども、中見せてもらっていいですか？はい、これをね、開けるとほら、ほら、これ、はい、何すか？組織部バッグ。バッグ、バッグっていうかね、もともと前回までに紹介してた、はい、ギライトの、はい、レインウェアってじゃないですか、はい、フィルムジャケットとかポンチョ、あれとね全く同じ生地で作る。ああ、撥水素材の。そうそうそう、はい、だから本来であればレインウェアに使ってる生地で、はい、まあ、今回ねこういう大きめのショルダーバッグ作ってみました。なるほど、うん、でこれどういう時使うかっていうと、まあ、ショルダーなんでね、こう自転車乗る時とか両手ね使う時にはこういう肩からかけるタイプのバッグがすごく便利なんだけども、はい、ちょっと今使ってみますね。はい、で例えばこういう、まあウィンドブレーカーね、ウィンドブレーカー入れますとか、はい、ちょっとしたサイクリングに行く時っていうのは、まあこういった、まあ、ドリンクでしょ、はい、あとまあ財布とか、まあ、何でもガシャガシャって入れても携帯、こういう感じよね。入り口はね、ファスナーついてないんだけども、はい、まあ、簡単なスナップあるんで、まあ、これ止めてもいいし、でこっからなんですよ、こっから、はい、でこの状態からもうズーン、ここね、くる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 回すんですよ。だからこうだいぶコンパクトで、ちっちゃく、サイズもちっちゃくなってきて、はい、まあ、よくね、こういうバッグね、間口こういう風にくる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 するタイプあると思うんだけども、はい、まあ、これでこうバックルで止めて、なるほど、こうやってショルダーにする。そうです。あ、これはいいですね。使いやすい。で、これ長さもね、ここで調整もちろんできるし、はい、あとはまだクルクルして、もう少しこうコンパクトにできるし、うん、で、こう締めちゃうともう取りづらいし、づらいんだけども、はい、まあ上のファスナーついてるから、ここからもう長いポンと出ちゃう。あー、なるほど、つながってるんですね。そうそうそう、いいっしょ。あ、これは取り出しやすいです、うん、だこれ、まあ、さっきの撥水をね、加工もしてるから、はい、雨降っても使えるし、こう上にやればね、傘にもなるし、傘にもなる。まあ、そんな感じです、はい、よし、そしたら、ちょっと近くのコンビニまでそこのサイクリングと道路通って行ってきますんで、はい、じゃあ、もうついてきてね。はい、はい、じゃあ近くのコンビニ来たんで、ちょっとこのねエコバッグ代わりにちょっとこのバッグ使ってみます。じゃあ買い物行ってきます。じゃあ無事ここに買えたので、早速もうこのエコバッグ代わりにショルダーバッグの中にちょっと入れちゃいます。はい、これでビニール袋はもらわずにもバッグで収納できました。はい、じゃあ毎朝いつも行ってるんですけども、うちの相棒の、はい、千葉県めいちゃんです。もう山本くんがね、もう怖くてね全然懐かない。めいちゃん、ほら挨拶しよう。なでなで、はい、なでなで、めいなでなで、うお、怖がってる、怖がってる。散歩行こうね、いい？お手、お手、うちのお手はやらんのかな、ね、お手、よしよしよし。このバッグめちゃめちゃ楽なんです。僕いつもねこういう風にリードを、まあ、
片手で持って、まあ、なるべく両手が使えるようにこのディライトのショルダーバッグ使ってます。まあ、さっきも言いましたけども、雨降ってもこれ撥水性があるので中のもの濡れません。でこの中にはまあ散歩グッズ入ってます。うんこ取るやつだったりとか、まあお水濡れティッシュ入ってますので、うん、じゃあちょっと行っていきます。はい、散歩ね今来ましたけども、ごめんなさい、うちのめいちゃんが今うんこを、しました。でね、このバッグ、まあこの中にちゃんとあのうんちを、入れられるポイタク。あ、俺と同じだった。これね、やっぱり両手使えるからすごい楽。リード持ちながらも、ここね、なかなかね、開かないんだけどもね、片手だと。で両手でこうやってやると、はい。じゃあ、キッチンとうんこ拾います。このまま、さっきのサイドポケットに、スッと。ちゃんとこれ、匂いしないように、こうね、きちっとこれ、口閉めれば、匂いしないんで、こう入れてね。でまた両手で、はい、また散歩します。楽ですね、ね、でしょ。はい、散歩から、戻ってきました。めちゃんお疲れさんです。こうやってこのディライトのショルダーバッグと、持って前に散歩してます。とても便利なバッグなので、またこの商品の詳しい詳細は、概要欄の方から、ご確認ください。それではまた来週、ありがとうございました。